はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。先日、このチャンネルで、今年最後、そして最大のエアドロ案件が出てきましたというのをですね、ご紹介をさせていただきました。まあ、最終的にどれぐらいの規模のエアドロになるかっていうのは、エアドロが配布された後になるとわからないんですけれども、かなり大きな規模のエアドロになるというふうに言われていて、これですね、先日、 え、別の動画でご紹介をさせていただきました。これ、マンタネットワークという新しいイーサリアムのレイヤー2のですね、え、プロジェクトなんですけれども、まだ見てないよという方は、ぜひですね、見ていただけばと思っています。で、え、これですね、何をしなければいけないかというと、イーサリアムのネットワーク上にあるイーサーまあ、いわゆる普通のイーサーですね、これをマンタのですね、え、ネットワーク上、レイヤー2にステーキングすることによって、エアドロンのですね、対象に え、なれると。で、これを前の動画でご紹介をしていったんですけども、このエアドロをもらう過程の中で、ミステリーボックス、ラッキーボックスかなラッキーボックスっていうものを受け取るような仕組みになっています。一応ですね、これがエアドロの受け取り画面に、受け取りというか管理画面になっていて、ここにですね、ボックスというものがあります。で、これをですね、オープンしたりとか、クレーム、まあ、いわゆるその、自分のものにするというような、 え、プロセスを踏んでいく中で、ガス代をですね、払っていかなければいけないと。で、これは、イーサレムの、え、レイヤー1のですね、ネットワーク上ではなくて、え、レイヤー2のこのマンタネットワーク上で行わなければいけない。つまり、マンタネットワーク上にガス代となるイーサーがですね、なければいけないんですね。で、もちろん、え、最初なので、え、この、ガス代を払うですね、え、マンタ上に、え、イーサーがないと思うので、ま、これはですね、どこで、 ブリッジするか、どこでこの満タンネットワーク上に E さん持ってくるかってことをですね、今日はご紹介をしていきたいかなと思っています。で、まあ、ついでにこのボックスもですね、皆さんと一緒にちょっと開けていきたいかなと思っています。で、まずですね、こちらなんですが、また別の満タンネットワークのですね、ウェブサイトがあるので、これ一応概要欄の方に貼っておくので、見ていただければと思っています。で、まずはですね、一番最初に皆さんにやっていただきたいのは、このアドマ満タンパシフィック2メタマスクということで、 このマンタのですね、ネットワークを皆さんの、えー、なんだメタマスク上に加えるということをやってください。で、ここをクリックすると、まあ簡単に、えー、まあ付け加えることができるので、まずはそこをやっていただきますと。で、僕はもうやったので、このプロセスはちょっと省くということで、次に行きたいと思います。で、次はですね、このブリッジトゥーマンタパシフィックというところがあるので、これをクリックしてください。で、今はですね、これイーサリアム上のネットワークに、 え、なっていますと。で、え、おそらくですね、皆さんまだ、もしかすると、え、この右上に、え、ウォレットが繋がっていないかもしれないので、え、これを繋げてください。で、イーサレムネットワーク上の、え、ところにですね、皆さん、イーサの、え、まあ、イーサがですね、入っていると思うので、もしくは入っていなければそこに入れていただいて、このイーサレム上から、マンタのネットワーク上に、え、移していきます。で、今回僕は、 1> 0 1イーサを動かしていこうかなと思ってます。で、これで内容を確認して、まあ、ほぼほぼ問題ないと思うんですけども、これでデポジットをしていきますと。で、そうすることによって、まあ、これ僕のですね、ちょっと、あの、ハッキングとかに対処するようなものを入れてるので、これが出てくるんですが、おそらく皆さんのとかではこれ出てこないと思いますが、まあ、これを無視していただいて、そうすることによって、ブリッジが、 できるんですが、ちょっとガス代がね、高いんですよね。40ドルっていうので、まあ今、あの、イーサレムのネットワーク上がすごい混んでるからだと思うんですけれども、まあ、これについては、ちょっとどのタイミングでやるかとかっていうのを皆さんで判断いただきたいんですが、まあ今回ですね、皆さんちょっと、あの、チュートリアルいうことを見せていくので、まあこの、もうガス代で、え、進んでいっちゃおうかなというふうに思います。はい。で、これでちょっとどれぐらい、あの、時間が必要かわからないので、えー、一旦少し待ってみようかなと思います。 はい。だいたい、ま、2分ぐらいですかね。これで、デポジットサクセスフルというふうになりました。で、これでクリックをします。はい。で、そうすることによって、マンタネットワーク上に、0.1イーサーですね。まあ、いったかと思います。ちょっとこれ見て、クリック、あの、メタマスクをクリックしてみて、これで、今ですね、イーサレムのネットワークになっているんですが、これを下に行くとですね、マンタというのがあるので、ここに書いてみると、はい、無事、0.1イーサー入ってましたと。 はい。では早速ですね、このボックス開けていきましょう。で、ちなみに一番最初は、このクレームっていうボタンはなくて、最初オープンだけだったんですけども、オープンして、このオープンワンというのを僕は、 クリックをしたんですが、その時にちょっとガス代が入ってなかったので、まあ、それで入ってなかった時に、えー、クレームっていうボタンがまた新たに出てきたような感じになっています。ちょっとあの、言ってることは何言ってるかよくわかんないかもしれませんが、あの、最初オープンだけですよということをちょっと、えー、分かっていただければなと思います。で、これクレームちょっとしていきます。はい。で、クレームすると、さっきのマンタネットワーク上に入れたイーサを使って、えー、クレームができるという感じですかね。 はい。どんなことが起こるんでしょうか。はい。こんな感じで、えー、リーダーボードスコアかけるに、なんか全然レアじゃなさそうなものっぽいですね。You can check the NFT in your wallet.OK、okay.。ということで、えー、まあ、確認できるようになるそうです。実応ですね、クレームしたものはここのリーダーボードというところにクリックすると、まあ、ここに、こんな感じで、 反映されるということですね。で、ちょっと他の、えー、僕のですね、また、そうそう、こんな感じなんですよ。一番最初、オープン。で、オープンで、オープンワンってやると、えー、こんな感じで、一個一個開けていくというような、え、感じになるそうです。はい。まあ、今回はちょっとこのオープンワンやりましたが、えー、ちょっと、あの、これが開いた後は全部に一気に開けていきたいかなと思います。はい。こんな感じで、アニメーションを楽しみながら、えー、オープンしていくという感じなのかな。 はい。なかなかあかあ、来たあ。こんな一気に2個入ってたりもするんですね。はい。なるほど。で、えー、今回ちょっと面倒くさいので、一気に開けていこうかな。あれでもちょっと待ってくださいね。ここに、この、ここがあるんですけど、フレンジグロースラッキーボックスプロバビリティ11%ってあるんですが、If you don't receive a Frenzy Box on your next open, you your chance of receiving one in the future i n c r e a s e by eleven percent. Obtain more frenzy growth chance by smashing. これどっちがいいんだろう。一個一個開けてった方がいいのかな。オープンオールちょっとこれわかんないですね。つまりまあ一あの一個開けてこのフレンジーっていうのが多分なんかスペシャルなんでしょうね。 で、それが出なかったら、また11%、あの、次でフレンジーが出る可能性が、まあ上がるっていうことだと思うんですけども、逆にこれ一気に開けると、どんな感じになるのか見てみましょうか。あ、でもガス代が安いんですね、多分ね。あの、1個開けるときに 0. 何ドルだったのが、これ40個、今僕開けようとしてるんですけど、いやそうすると40倍かかるんですが、これ1 一気にやると安いんでしょうね。どっちがいいんだろうこれちょっとわかんないなあ拒否したら、ここにクレームに全部来てますね。はい。なんか悲しい感じになっちゃいましたけど。一気に開けるしかなくなっちゃいました。皆さんこれを見て、あの、学んでください。た <laughs> めになればいいなと思っていますが。どんな感じになるあ 一気に来ましたね。tier 1バッカーっていうのが92個。リーダーボードが20。えっ、ー、と、セキュアマルチシグテは16個。フィックスとハイイールドっていうのが1個。レジットティームスっていうのが5個。っていうことですね。はい。で、これで、あ、コンバイン。あ、そっか、これって全部揃わないと、 ダメなのかななるほど。っていうことは、僕はまだコンバインできないと。で、これコンバインってね、UCAN COMBINE。ああ、なるほど。これ,これを First Modular 2っていうのに、えっ、ー、と、するためには、UCAN COMBINE。全部一個ずついるってことですね。で、僕は、この、 L33 のコードっていうのが今ないので、まだコンバインできませんよっていうことかな。はい、で、このファーストモジュラー L2 っていうのを、えー、またなんか持ってるとすごくいいのかな。ちょっとすいません。詳細僕、このあたり全然、あの、あんまりまだ分かってないというか、感じではあるんですけれども、えー、まあ、ちょっとこんな感じで、えー、進めていくことによって、えー、まあ、エアドロが、まあ、どれぐらいもらえるのかとかっていうのが、 決まっていくということなのかなもしくはこれはちょっとアディショナルなポイントとかを稼ぐようなものだったりするんじゃないかなと思います。一応ここにも説明書きっていうのが書いてあるんですけれども、リーダーボード will be fresh to every hour。まあ、これ関係ないですね。はい。まあ、こんな感じになってます。まあ、今日皆さんにご紹介したかったのは、さっきのブリッジの方法をご紹介したいというところと、まあ、あとはこのマンタのですね、ボックスをオープンするには、まあ、どんな感じでやったら、 でききるかといいうのをちょっとご紹介をさせてたただきました、まあ、正直さっきの、えー、このフレンジーっていうやつがあので出たのか出てなかったのかっていうのは正直全く分からなくてもしかするとあの一気に開けるんじゃなくて一個一個開けた方が良かったのかもしれないですね、うん、あの正直すいません分かんないんですけどあのこの説明書きっていうのはちょっと僕も理解できてなくて、うん イフェロンそうですね。うん。もしかしたら一個一個やった方が良かったかもしれないですね。失敗した。はい。あの、次からは一個一個やっていきたいかなと思ってます。はい。まあ、この、あの、教訓をですね、皆様、活かしていっていただけるといいのかなと思います。で、これまだやってないよ、まだ興味あるよという方はですね、まあ、ぜひ、あの、前の動画に戻って、見ていただくと、このエアドローに参加できるやり方っていうのが、 え、まぁ、あ、解説をしてますので、えー、ぜひ見ていただけると嬉しいです。はい。ってことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。